糖質制限カスタードシュークリームを作ります。卵黄1個、生クリーム 100cc、 大豆 50g、 ラカント S 大さじ1、バニラエッセンス適量。30回ほどブンブン引っ張ります。耐熱皿に移し、600ワットのレンジで1分30秒加熱します。一度取り出し、かき混ぜ、さらに2分加熱します。よくかき混ぜて冷蔵庫で冷やしておきます。卵2個、クリームチーズ 50g、 30回ほどブンブン引っ張ります。シリコン型に流し入れ、200度に予熱したオーブンで20分ほど焼きます。粗熱が取れたら切り込みを入れ、冷やしておいたカスタードクリームを挟んで完成です。